皆さんどうも、今回はプレミアリーグ第8節のブレントフォード対アーセナルについて考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合、最初にペースを握ったのは、ブレントフォードでした。ブレントフォードは基本的に全体を押し出しながら、外回りにして、で、ボールを回収していくことを考えていました。これがめちゃめちゃ最初はハマっていて、エネルギーをしっかり使って、守備を完結させていた印象です。で、アーセナルもそれに対して少し苦戦をしていたのかなと僕はとても感じました。で、じゃあどのようにして、ブレントフォードが守備を行っていたかっていうと、まあ、ここにあるように、トニーとムベウモがしっかりとトーマスを消しながらセンターバックに向かっていく形をまずは考えていました。まずここのファーストディフェンダーがかなり、機能していたんじゃないかなと思います。で、ブレントフォードが考えたのは、まあこのトーマスをしっかりと消すことを行うことで、まあこういう風に外回りにしていくんですけど、まあここのトーマスをじゃあスドップの背後に立つので完全に消せることは難しいんですけど、まあそこでヤネルトがしっかりとアンカーのヤネルトがしっかりとトーマスまで出ていくことで、中央を消していくよっていう風な形を作り出していました。で、ここで、放置するのは、まあある程度放置するのはホワイトだったりティアニーの、サイドバックになります。まあここのサリバだったりガブリエルは、まあ外側の選択肢が多くなる中で、まあ、ティアニーが、だったりホワイトがこの内側にパスを出せないのはしっかりとヤネルトがここまで出ていることで、トーマスを消しているので、まあ、ダシルバがしっかりと、ここまで、まあ、逆だったらヤンセンがしっかりとホワイトまで出ていくことっていうのができるようになっていました。まあ、ここの、まあ、外側にボールを出した時にしっかりと内側から外側に出ていく中で、アイエルだったりベンミーが、ジャカだったりビエイラにしっかり、出ていくことで、まあ、ここのマークの受け渡しを、行っていって、場所を狭くしてボールを回収する。で、そこで2トップが、しっかりとサリバとガブリエルまで出ているので、まあ、前向きにボールを奪った時に、まあ、縦方向にボールをつける選手が2人いるので、まあ、これでしっかりと、ゴールまで向かっていくことを考えていたんだと思います。まあ、この押し出し、ながら、まあ、押し返しながら、しっかりとカウンターも狙っていける状況を作っていたブレントフォードはかなり好印象だったと思いますし、セットプレーから失点してしまったのが、一つ、まあ、ゲームプランが大きく崩れる展開になってしまったんじゃないかなと思いました。まあ、その失点するまで、まあ、失点してからもかなりしっかりと戦っていましたので、かなり好感の持てる試合だったんじゃないかなと思います。まあ、その中でじゃあどのようにしてアーセナルがプレスを回避していたかっていうと、まあ、まずこれが、ハマってしまう時なんですけど、このムベウモとダシルバのここの門の閉め方も上手でしたし、さっき言ったアイエルがしっかりと、ジャカマに出てくるよ。まあ、逆だったらビエイラまでベミが出てくるよっていう風な形を作り出して、ここでボールを回収していって、で、トニーとムベウまで、ボールを届けて、で、なおかつヤネルトも前に出てきているので、まあ、前向きにしっかりと、スカのボールを回収しに行くことができるよっていう風な形をとっていたんですけど、まあ、これに対して、まあ、このようにして、特に右サイド、ビエイラサイドで、ボールを引き取って、プレスを回避することっていうのができるようになっていました。まあ、さっきも言ったんですけど、ホワイトだったり、ティアニーだったりが、しっかりと、まあ、ある程度放置される形、まあ、ヤンセンとダシルバと、まあ、インサイドハーフの選手と距離ができている状況なので、割と前向きでボールを持てることっていうのはできるようになっていました。まあ、ここで、ビエイラが外側に流れてくることで、マークの受け渡しの強要をしっかりと、行うことができていました。まあ、だから、ビエイラがここに流れることによって、まあ、ベンミーが前まで出てくることを行うように、ブレントフォードは設定していたんですが、そこに対して、ビエイラが外に流れることで、ヘンリーがここまで出ていくこと。で、ベンミーが、まあ、一つずれることで、まあ、うまく、マークの受け渡しを強要させていた、まあ、作り出していたんですが、で、なおかつ、サカがこういう風に広がれば、サカがヘンリーを止めといて、ビエラがここでフリーでボールを受けることができるよっていう風な形も作り出すことができるようになっていました。まあ、2点目のジェルスのゴールなんかは、ビエラがここに流れてきてからの逆サイドのジャカへ、しっかりと展開して、そこからのクロスからのゴールだったので、まあ、このビエイラが流れることによって、まあ、ヤネルトだったり、ベンミーを動かしながらしっかりとボールを動かして、で、マークをずらして一つ一つ、進んでいくことっていうのができるようになっていました。で、ビエイラがここに流れてくることによって、まあ、ヤネルトが割とビエイラまで
ついていくこと。で、そうすることによって、まあ、こういう風な形でスライドするので、まあ、ホワイトにボールを戻した時に、まあ、イェンセンもここまで来て、で、トーマスを消したいので、まあ、トニーとムベウモで、しっかりとトーマスを消すことを行うんですが、まあ、それに対して、アーセナルは、この2トップの門をしっかりと、まあ、こういう風に通すことで、ティアニーで、プレス回避を行うよっていう風な形も、作り出すことが割とできるようになっていました。まあ、だからここでティアニーが一つ内側に入ってきて、門の先で待つっていうのもできるようになっていましたし、まあ、ティアニーが、まあ、最近今シーズンからは、まあ、ここで待つんじゃなくて、しっかりと内側でボールを引き取って、まあ、潤滑油になるよ、まあ、プレスの出口になるよっていうふうな形も取れるようになっていましたし、これはジンチェンコもできることだとは思いますけど、まあ、ここでしっかりとボールを受けることで、まあ、ジャカが一つ高い位置を取れるようになっていたっていうのも、かなり大きなメリットだったんじゃないかなと思いました。まあ、だからここの2トップを動かしといて、まあ、しっかりと、門の先で待てるように、サイドバックを配置するっていうのは、とてもとてもいいプレス回避なんじゃないかなと思いました。だからトーマスを経由せずとも、しっかりと中央を、割って、で、中央に入っていって、外側も使えますし、ここからボールを持ち出すこともできるよっていう風な形をアーセナルは作り出すことができるようになっていました。で、これができるようになったのが、さっきも言ったビエイラが外側に流れてきて、で、マークのズレを一つ一つ、ね、作り出したことで、まあ、こういうパスコースが一つできたんじゃないかなと僕は、見ていて思いました。で、後半から、ブレントフォードは少しプレッシングを変えます。まあ、2点失っていたので、ティアニーとかホワイトに対して、ここウィングバックをジャンプして出していく形を、作り出すように、プレッシングを修正していました。まあ、より前にパワーを使って、より高い位置でボールを奪うことでゴールに向かっていこうっていう気概が見えたんですけど、まあ、そうすると、まあ、ここのウィングバックとサイドバックの距離が遠いので、背後のマルティネッリがボールを引き取ることっていうのができるようになっていました。まあ、このように、マルティネッリとジャカがぐる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 二人で入れ替わることで、まあ、こういうパスだったり、こういうパスだったり、引き取ることができますし、まあ、ジェズスも加わって、まあ、こういう風な入れ替わりも行っていく中で、まあ、ここの、外側でジェズスがだからボールを受けることっていうのはかなり多くなっていましたし、マルティネリが入ってきて、まあ、ストライカーの立ち位置を取るよっていう風な形も多くなっていく中で、3点目をしっかりと奪って、とどめを刺したっていう形になったんですけど、まあ、しっかりとアーセナルはブレントフォードのプレッシングを見て、立ち位置を変えながら、で、一つ一つ相手をずらしながら戦うことができているので、ここまで安定して戦えている理由が、この試合でも見てわかるものだったんじゃないかなと思いました。はい。今季のアーセナルはかなり、プレミアリーグを引っ張っていくチームになるんじゃないかなと思うような、ここまでの戦いぶりなんで、ぜひ皆さんアーセナル試合も見てはいかがでしょうか。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。